県内では今日新たな感染者634人と6人の死亡が発表されました。感染者の内訳は新潟市で231人、その他の市町村で403人です。年代別では実際未満が合わせて121人と最も多く、次いで30代が117人などとなっています。また、新潟市が6人の死亡を発表しました。